はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、シュタルクを描いていきたいと思います。早々のフリーレンのキャラの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。輪郭はほっぺをぷくっとさせて、お餅みたいにくるくる、マミー。上のラインをくるくるっと丸く描いて、足をちょっと下ろします。で、瞳を縦長の丸で描いて、白い瞳の丸、黒い瞳の丸と、で、二重のライン、眉毛切る。で、反対側も上のラインをくるくるっと丸を描いて、足をちょっと、瞳を縦長の丸で描いて、白い瞳の丸、黒い瞳の丸、二重のライン、眉毛切る。で、口を真ん中でチュッチュッ、でくるくる、こっちもくるくる。で、前髪は右目からスッと上に上がったところから一本戻して、ちょっと大きめに膝。で、また細めにチュッ。で、横にスッと流して下ろします。で、こっちもスッ。で、ちょうどこの真ん中のスーッと上がったところに、ここ、横と双葉を作って、ウィーン、外はね。で、下ろして、外はね、外はね、外はねと。で、こっちを丸くくるくるっと下ろして、外をはね。で、下ろして、外をはね、外をはね、ちょっと。はい、というわけで完成です。もし参考になったら、チャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。